吉田さん、受信力生かしてますか？生かしてますね。ピンポーンって誰かが来たら、その瞬間吉谷さんはお、儲かるぞって思うような発想になりましたよね。今まで多くの方はピンポーンって来たら、めんどくさいな、いつ使ったろうかな、早く帰んねえかなぐらいのもんだったですよね。ボヨヨンって言いましたけども、そんな発想から私の場合はピンポーンって来たら、おっと、集客成功みたいな感じですよね。玄関をきれいにしといて、いつでも訪問しやすくする。もうね、ドアもパーンとね、門扉を開けといて入りやすくしておくんですよ。そうするとですね、人がスカスカ入ってきて、お、この家は営業の話聞いてくれそうだなみたいになったらね、いいじゃないですか。で、私の場合は車が何台もありますので、常に車庫に車が入ってる状態なんですよ。もちろん外出中でも車は何台かあるんですよね。そうなるとですね、車があるお宅ってどうですかね、在宅してそうでしょ。だから営業の方とか宗教関係の方とか NHK の方って来やすいんですよね。で、来たらピンポーンって感じで来たら、バッと出て行ってですね、もう秒速で出て行って、あ、どうもこんにちはみたいな感じで話を聞くと、そして私のセールスがそこから始まるんですよね。どこで売り込もうかな、どこで逆転しようかなと思って、ずっとね、話を聞いて、なるほど、すごいですね、頑張ってますね、この暑い中本当大変ですねみたいな感じでね、もてなすということでございます。さあ、それでね、吉田さんもピンポンと来たらもうお金になるというところで、私がね、ここからちょっと話を切り替えていきますよ。受信力の話です。ですね、みんなの銀行なんですけども、私昨日の実績が1000円なんですよ。1000円、いやー、その前は5000円だったんですけども、昨日はね、1000円でした。この1000円がね、すごく重いんですよ。なぜかというと、昨日は YouTube からの1000円ではないんですよ。まさにピンポーンってやってきた人からの1000円なんですよ。宗教関係の方がいらっしゃってね、で、今度の選挙の話とか、緊急事態宣言の方とかね、こうやって話してました。そして世の中はね、これからどんどん良くなっていくのか悪くなっていくかっていうところに来て、お金の話になっていくわけですよ。経済的にどうこうみたいなね。で、私がそこで聞いたんですよ。ちなみに今スマホアプリでね、ものすごくいい銀行があるんですよって感じで、その銀行のアプリは福岡フィナンシャルグループがこうやってるんですけども、こうダウンロードしたらすぐにね、送金とか決済とかできるんですよ。むちゃくちゃいいですよ。ちょっとダウンロードしてくださいよって言ったら、どれどれってダウンロードしてくれたんですよね。で、ダウンロードしてくれた時に、あ、一応銀行なんで免許証番号とかいるんですけど、免許証番号持ってますって言ったら、あ、免許ありますよみたいな感じで免許証番号打ってくれたんですよね。その次ですよ、これ紹介コードがあるっていうところがありますから、ここにね、紹介コード、僕の紹介コードこれですから入れてみてください、1000円入りますよって言ったら、マジっすかみたいな感じで入れてくれたんですよ。そしたら1000円入って、うわーすごいですねみたいなことになったんですよ。しかもこれ明日引き出せますからっていうお話をしましたね。そうすると、今日の私のみんなの銀行の実績1000円だったんで、その方のピンポンがなかったらゼロだったんですよ。いやー、よかったですね。いつでもこうやってね、人に得をさせるネタを持ってることによって自分が得をするみたいなね、そんなこともありますし、多分ね、これね、そこの宗教関係の方帰った後、宗教の方にみんなに知らせると思いますよ。これすごいですよみたいな感じで、どうですかという感じで、私はね、間接的にその宗教団体に数千円もしくは数万円の寄付をしたということになります。まさに世のため人のためだと思うんですけどね、いかがでしょうかね。まあ、そういった感じでね、あのピンポンってきたのを嫌がるのか、それとも、お、なんかいい知らせだと思うのか、受信力に関わるのと、あとね、やっぱり受け取ってばかりじゃなくて、受け取ったら必ずこちらからも受け取り返し、発信をしていくってことをワンセットで行うんですよね。よく言いますけども、インプットっていうのはアウトプットが完了した時に完了するということなんですよ。アウトプットをしないインプットはすでにインプットではないということなんですよね。まあ、ですんでね、全ての情報はアウトプットするみたいにつなげていこうかなと思うんですけども、ここからちょっと手塚治虫さんの話をしましょうか。手塚治虫さんってね、漫画を10本以上の連載をしてすごい忙しかった中で、実はね、アニメのセル画を描くバイトをしてたらしいんですよ。それが夜9時から翌朝の5時まで深夜徹夜でやってたらしいんですよ、セル画を描く仕事、うん、で、手塚治虫さんに言わせれば、そっちが本業で漫画は片手間だっていう風な意識だったらしいんですよ。だから日中原稿をバーッとね、週刊漫画10冊以上、それから付録の原稿もダーッと書いて、もう本当に10人前ぐらいやってたわけですよ。でもそれは片手間でアニメのセル画を描くバイトが本業だっていう風にね。で、セル画を描く練習をして、いつか自分の虫プロダクションを作るぞみたいな感じでね、ずっと修行してたらしいんですけども、まあここからちょっと余談ですけども、手塚治虫さんはその仕事クビになったらしいんですよ。要するに漫画家さんがね、やっぱ動画を作るっていうのはちょっと違うんですよねって形で結構揉めてたらしいんですよ。で、手塚治虫さんはちょっとね、遅刻も多かったみたいで、で、結局もういいですよって言われて、手塚治虫さんはそこをなんとかやらせてくださいよみたいな感じでものすごくお願いしたんだけども、ダメだったということですよね。まあ、ここで何が言えるかっていうと、手塚治虫さんほどの人でもね、あれほどの連載をこなしながら、スーパープロフェッショナルでやりながら、自分が新人になることを全く厭わなかったってことなんですよ。それこそ頭を下げてね、ものすごく
平身低頭にこの仕事をさせてくださいって言って一番自分の興味のあることに突っ込んでいった。しかもそれは時給欲しさじゃないんですよ。スキルの取得のために行ったわけなんですよ。どんなにプロになってもスキルの取得のために一生懸命になれる、それがプロ意識なのかなと思いますけどもね、これも受信力の一つとしてご活用いただければと思います。いってらっしゃい。